はい、本日はですね、あと65日後に大爆発するジャパンメディアの先月の売り上げ発表していきたいなと思います。ということで、では早速ね、先月のデータ見ていきたいなと思います。僕もちょっとまだ見てないんで、どれぐらいやったかっていうのはちょっと確認はできてないんですけども、2024年の9月ですね、の売り上げ発表ということで、毎月毎月何も隠さずに発表してますけども、さあ、これはどうやったか、1049万2190円ということで、本当に皆さん購入いただいてありがとうございました。まあ、ただ、買って終わりじゃないので、購入していただいてから着用してもらったりとか、まあ、それこそこのジャケットとかもそうなんですけど、まあ、今後、この後喋ろうと思って新作で出たりはするんですけど、まあ、パンツとかもね。ただ、次のね、レビューにある通り、ここ改善してほしいみたいなお声って非常に僕からしたらありがたいんですよ。で、そういうのをちょっと見ていきたいなと思ってますので、その前にちょっと順位だけ見ておきましょうか。順位がショップランキングがないんでしょうが、9月が66位ということで、まあ、日本全国140万ショップぐらいあるんかな。まあ、その中で66位っていうことなんで、まあ、66位って聞いたらそんな高くないけども、まあ、140万ショップあるうちの66位って言ったら、まあまあ、数値的には悪くないんじゃないかなと。まあ、上位0.0 何パーには入ってるんかなとは思うんですけど、まあ言うても僕からしたら、この2ヶ月後、60日後っていうのがもう爆発する時なんで、まあそこをね、また楽しみに見ていただけたら嬉しいなと思うんですけども、いただいたレビューをね、ちゃんと見ていきたいなと思います。まあこれちょっと後悔も入ってるところもあるかなと思って、いい声ばっかり言ってたってしゃあないじゃないですか。だからどっちかって言ったら、まあ後悔とかそういうところをね、先に皆さんにお伝えした方がいいなと思うので、ゴールドネックレス45、シルバープラチナに続き、とうとうゴールドを購入、初めからゴールドにしとけばよかったっていうこと書いてあって、こういろいろね、勝った後にゴールドやったんかって思う人もいてるんですけど、これやっぱ人によって似合う似合わへんあるから、僕のね、スタッフ、幼馴染の森さんなんかは全くゴールド似合うタイプじゃないんですよ。だからそういう人はやっぱシルバー系の方が似合うし、まあ人によって違うので、視聴者さんによってはね、近くでパーソナルカラーを受け張って、僕、夏でした。何が似合いますかって言われる方あるんですよ。そういう時は僕、夏って聞いたら何色が似合うかわかるから、あ、じゃああなたやったらこうで、こうやってこうやったらすごい似合うと思いますよっていうのが、顔見てなくてもパーソナルカラー聞いたらある程度わかるんで、なんかそういうね、使い方を僕にしてくれて質問投げてくれても全然 OK なんで、いいんじゃないかなと思います。次がグレーパンツですね。ちょっと僕もグレーパンツ履きましょう。今回のパンツなんですけども、出た当初とサイズ感はちょっと違うのでしょうかということで、最初にグレーパンツは黒パンツのサイズ感そんなに違いはありませんでしたが、コメントもあるように、今回はグレーパンツと黒パンツのサイズ感が違いますというお声いただいて、グレーパンツに関しては全くいじってないんですよ。ただ、やっぱそういうお声がちらほらあるんですよね、実際問題僕の方にも。って考えた時に、ちょっとグレーパンツの修正をかけようかなと思ってます。だから、一度、またゼロからちょっともう一回叩き直そうかなと思ってるので、まあ、そのあたりとかも、おそらく言ってはるとこって、ウエスト周りかなって、ウエストにゴムが入ってないんですよ。前の方だけで、後ろだけがゴム入ってる。まあこっちにも画像出てると思うんですけど、それによってウエストの感じ方がちょっと違うっていうのと、丈感が少し長いっていうところ、これは黒パンの時に少し丈が短いっていうお声もあったんですよ。だからそれを踏まえて長くはしたんですけど、それが長すぎたからシルエットが違うくなってるっていうのもあるんかなというところもあるので、まあ、そこも含めて、この方言ってくれてるみたいに、ベルトループよりイージーパンツ仕様の方が黒パンツもグレーパンツもいいと思いますっていう声あるので、例えばなんですけど、黒パンツのイージーパンツあるじゃないですか。あれベルトないんですけど、それにベルトループ作って、でウエストはもうそのままで、ただベルトループ作るだけにして、少し 1,2 センチ丈伸ばすっていうところで全部黒もグレーも揃えるっていうのが、もしかしたらいいんちゃうかなっていうふうに思ってますので、ちょっとそれのサンプルも一回作ってみて、工場さんと打ち合わせしていこうと思います。これ非常にありがたい意見なんで、ありがとうございます。サングラスなんですけどもね、まあ、今年のモデルの方が良かったっていうお声もあるんですけども、まあ、それとは別で、まあ、商品としては思ってるほどレンズは濃くなくて、これですよね。パッと見たら結構暗い感じするけども、実際かけてみたらそんな暗くないよっていうところなんですが、鼻パッドはフレームに重さがあるからかけ心地が快適かって聞かれると、かけ心地は正直普通ですと。で、逆に悪い点についてお伝えしますと、レンズが他ブランドのサングラスと比較して曇りやすいですと、フレームのネジがきついせいか、畳んだ時かけるまでの動作が汗とよとよにして重いです。使用後には私は水で洗浄してますが、手入れの記載がないため記載していただきたいですということで、アセテートは変形しやすい素材ではありますが、洗浄している最中フレームのパリパリ感みたいなのを感じますということで、あとまあシリアル番号とか入ってるのがいいんじゃないかなっていうことになってましたんで、レンズの曇りやすいっていうところはちょっと、これは理由は聞いておきます。僕個人的には曇りやすいってなかったんですけど、もしかしたら冷えてるサングラスにいきなりこうやってかけると曇るっていうのはあるんかもしれないんですけど、対応できるところとしては、こう畳んだ時のフレームアセテートにして重いっていうところなんですけど、これ今回のやつからこのネジの部分をね、ちょっと強めに締めてもらってるんですよ。それが多分硬く感じるんで、実はこれプラスドライバーで、ここにある横のね、ネジのとこを緩めると、このパリパリ感みたいなのはなくなるんですよね。まあ、ただ僕の方で対応してなあかんっていうのは、こうレンズが曇りやすいとかであったり、あとフレームのシリアルっていうのがもしかしたらできるんかっていうところも、まあ、踏まえてね、そういうところもちょっといろいろ検討していきたいなと思っております。まあ、これも非常にありがたい意見で、最終的には悪いっていう評価でしたっていうことなんですけど、まあ、本当になんかこう次のアクションになるので、あ、こういうことを改善していけばいいんやっていう、サングラス本体が悪いとかじゃなくて、細かいそういうネジの最後の微調整、今回きついからもうちょっとだけ緩く、気持ち半周緩くとかかっていうのを、工場さんと伝えて、あとフレームのシリアルの番号をどこまでこうやっていくかとかっていうのも今後の課題というところでいただけたんで非常にありがたいなと思ってます。ありがとうございます。あとはね、レザーリックとかも、これはもう何も言わずにいられないですよ、最高でしたとかね、いろいろお声はいただいたんですけども、こういう中でやっぱりね、皆さんにとって改善点とかがあったらもうぜひ教えてほしいんですよ。例えばグレーのラグジュアリーニットなんかもブラックの色違いで購入したと。ただ勉強会があって職場で、その運営スタッフがやったため1時間駐車場係してたんですけど、さすがに暑い中屋外におるとライトグレーは足縮みができましたと、真夏には不向きな点がありましたって、その点以外はバッチリでしたっていうことなんで、それこそ次の量産の時に活かしていきたいなと思いますので、貴重な意見ね、ありがとうございました。それまた商品ページとかにも記載できたらいいなと思うので、ライトグレーは真夏など汗染みの可能性がありますと、こうやってねお客さんにちゃんと伝えることによって、その上で、いや俺は外で使わへんから大丈夫っていう人もいてるやろうし、あちょうど俺外で使おうと思っててんこれよかった聞いてっていう人もいるやろうから、非常にありがたいお声をいただいて感謝しております。またねこれも今後良くしていくためのステップアップなんで、もうどんどん言ってもらったら僕もどんどん良くしていきたいなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。僕の中では完璧だと思って出してるんですけど、人によってやっぱ完璧という言い方違うので、パンツなんかはちょっと2本作ろうと思ってます。ベースはグレーパンツをベースにしてウエストを絞り丈を短くするっていう A バージョンと、 B バージョンは黒パンツをそのままベルトループだけつけて丈をプラス2センチ長くするっていう、どっちが一番いい感じで仕上がるかちょっと試してみたいなと思うので、またその辺もおいおい、何ヶ月かかかるんですけどやっていきたいなと思いますので、ありがとうございます。次がですね、新作系になってるんですけど、新作はもうさっきからずっと着てるこの中綿のチェックシャツ、これ実はチェックシャツに普通に見えるんだけど、裏側見てもらったらこれ中綿なんですよね。だから洗濯できるっていうところになってて、洗濯、一応表地はウールなんでおしゃれ着洗いにしてほしいんですけど、洗濯はできますよと。で洗濯する時にはこれ必ず裏返してほしいんですよ。っていうのも表地にウールがついてるのでやっぱ毛玉なりやすいところはあるんで、ちゃんと裏返してボタンとか閉めて洗ってもらった方が毛玉なりにくいっていうところもあるし、今月多いんですけどそのニットとかもそろそろ出だすんですよ。でこれはイタリアから糸引っ張ってきて、いつもの新潟のニットさんで作ってもらってるっていうニットで、こう1枚で着てんねんけどもレイヤードしてるように見えるから、重ね着した時にインナーの白がチラッと見える白 T 探すのめっちゃむずいんですよ。チラッと見える白 T って外側との相性もあるから、これもひっつけてるんですよね。だからここだけ白が見えて、この裾のとこもここだけ白が見える状態なんですけど、それすることによって、上にこう暗いアウターとか持ってきたりとかしたとしても、それはそれでこの白とかがアクセントで効いてるので、こう地味な感じにならへんというか、こうはまりやすかったりするんかなっていうところで、僕は個人的にこのレイヤードのニットっていうのは絶対欲しいなと思ってたんですよ。で作った、もう初っ端のサンプルからこれはもうありで作ってたんですけど、そういうのやったりとか、あとダウンですよね。ダウンも今月いよいよ出ると。でまずは今予約してくれる人にもバーッと届いてる、僕はこれ着てるカーキなんかもあるし、ホワイトブルーイエローオレンジでブラック。ただ先に言うとカーキが確か一番人気なかったと思うので、カーキはもう廃盤になると思います。もう今回作った分だけにしようかなと思ってるんですけど、間違いなく廃盤なのは裏地赤。裏地赤はもう今後作らないって決めてめっちゃ大変やったんですよ。だからもう作らんとこうと思ったんで、もう今後は裏地黒しかもう作らないって感じなんで、今ある分は販売させてもらおうと思ってるんですけど、多めに作ってるんで裏地黒はもうこれからも毎年続けていきたいなと思うんですけど、そんな感じで思ってたりしますし、あとデニムですね。このデニムジャパンデニムっていうやつがほんまはもともとこれの色味やったんですけど、アウトラスト使ったデニムなんですけど、こっちの加工した10年後おそらくこうなってるやろうっていう加工したバージョンになってます。だからパッチとかはもうそのまま何も変わらずっていう感じなんですけど、デニムなんで気をつけてほしいのが、洗う時とかはやっぱ白とは分けてほしいなと思うんで、白 T と一緒に洗濯とかしたらやっぱ青くなったり、あと靴とかも白のスニーカー履いてこういうのデニム履いちゃうと色ついちゃったりする可能性があるので、黒のスニーカーとかだと全然気にする必要ないんですけど、その辺だけね気をつけていただきたいなと思っております。他にも12月にはスウェードのレザージャケットが出てきたりだとか、いろいろ実はこれ春ぐらいから進めてたのが今ちょうどこの冬場に仕上がってくるっていう状態なんですよ。なので、仕上がりきらんかったやつもあるんですけど、それは別に急いでないので、年明けとかにまた出るかなと思いますけども、その辺また楽しみにしておいてほしいなっていうのと、次ねアメリカに向けてなんですけど、アメリカに向けてがね、今在庫の準備をしております。だからしばらくは数字的には売れてないっていう状態が続くんですけど、先月初めてこう売れたじゃないですか。で売れてこれでいけるって確信したんで、あと全在庫そっちに突っ込もうと思ってますので、そういう準備をしてるので、多分3ヶ月ぐらいしたらなんとか体制は整うと思うので、本格的には年末年明けぐらいからはもう本格的に動けると思うんですけど、それに向けてもできることはあるので、広告出したりとか、あと AB テストしたりとかっていうのはもう継続してやってるんで、その辺もねまた動きがありましたらお伝えしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そういうことで、売上発表と、新作とか、その後はもろもろにはなってたんですけども、今の段階で言ったら、これ前年比と同じぐらい。前年が確か、去年が2023年が1億2000万円ぐらいの売上やったってことなんですよ。ジャパンメディアだけでね、1億2000万円ぐらいやったって感じなんですけど、毎月1000万売れてたら1億2000万になるじゃないですか。だけど、今年も一応ペースとしてはそんなに変わりはないんですけど、おそらく今年はね、2倍までいくんちゃうかなと思って、2億4000万の瞳にはならへんかもしれんけども、2億4000万円ぐらいまではいくんじゃないかって僕の中では想定があるから、そうなったら60日後爆発しやなダメなんですよ。でそれは皆さんにとって満足のいくような商品じゃないと絶対買っていただけないし、次も買おうって思わないので、今回だけ騙して買わしたとしても、あ、やっぱり所詮こんなもんなんやって思われたら、もう二度と買わんとこって思われるってなったら、その1回目って非常に大事だと思うので、その1回目がどこに来るか分からへん。ネックレスなのか T シャツなのかダウンなのか何かは分からへんけど、ってことはもう全部のクオリティを上げる必要があるっていうのが僕はいつも思ってるので、今後ともそんな感じでやっていきたいなと思っておりますというところが、売上発表ということになっておりました。またね、今後ともね、購入していただいた方で、いや正直ちょっと言いづらいんやけど、こういうのあんねんっていうのがあったらレビューとかに書いていただけたら、僕全然隠してもらう必要ないので、もう堂々とこの世の中に出しながら変えていきたいなと思うし、僕に個別でメールしてくださいとか言う必要も全くないから、もうどんどんそういうレビューとして過去に残してもらって大丈夫なんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、2024年の9月の売り上げ発表してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。